すごすぎる。綺麗。すごすぎる。やばいやばい。ザ・ビップでございます。ちょっと笑っちゃいますね、これ。これすごいですね。これは本当にこれはすごいですね。これはすごいですよ、本当。うわすげー。これなんだ、本当。これね、これ天井から何から何までがもう、すごいんだ、またこれ天井がやばい。なんかある意味すごい壮絶な景色ですね。新型コロナウイルスの対応としてお客様情報の聞き取りを行っております。お客様情報の聞き取りをお席にお座りいただきます。あと3枚でお座りいただきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まずはじめに私から参考書の出題についてご紹介させていただきます。こちらにフロークがございます。大きなお荷物などございましたらこちらに、はい、こちらご使用ください。はい、あと皆様の足元には足置きがございます。こちらの足置きは靴を脱いでご使用ください。あとこちらの鏡面テーブルご覧ください。こちらの鏡面テーブルは沿線の景色を映し出す演出となっております。沿線の景色と合わせてこちらの鏡面テーブルに映る沿線の景色もお楽しみください。また皆様壁一覧にはですね、桜雲が使われております。こちらデザイナーの遊び心で花びらが1枚2枚と欠けている箇所がございますので、ぜひ探してみてください。上位してありました。左側山北駅によるお見送りございます。あ、もう動いてる、動いた。
結構綺麗で来月で言われてるけどさ、濃いね、これ濃い、ま、濃いです。そして濃い、濃厚な味が、地元有志による伝統芸能の神楽を見たり、夕食後にはかつて武将たちが月を眺めていたという国の重要文化財蓬莱玉座にて地酒を楽しんだりと、地上の人たちを過ごすことができるそうです。18メートル、5階建てのビルほどの高さがあります。これ
で地上から不安で走っているような感覚をお楽しみください。列車から出発のアイステッまで寝るから始めましたら車内のお乗り換えをお願いいたします。ブレークで列車から車内がお連れ様が車内にありますので皆さんぜひ、2万円でね、このね、フィオレスイートで予約はね、もう本当に混乱です、ね、超方形です。何度もチャレンジして何度も失敗したんですよ。でそのためにですね、もう一回、ね、予約し直すんです。ありがとうございました。松山駅に到着しました。下関まで